シーバ村。シーバ村は宮崎県の北西部にある村である。東臼杵郡に属する。宮崎県北部の九州山地中央部に位置し、村としては日本大五位の広大な面積を有する。北西部の国見岳をはじめ、全体が九州山地中央部の標高線から1700メートル級の山々に囲まれ、その谷間を練うように幾筋もの河川が源を発し、 流れている。村域の大部分は耳川源流域であるが、村の南部は一瀬川や小丸川の源流域にまた上がっている。このように非常に険しい地形であるため過重地面積は、村域のわずか4%に過ぎず、川沿いや山の主に中腹域の緩斜面に点々と集落が存在している。村中心部、上椎葉地区の耳川上流側には、日本初の大規模。 アーチダムである上シーバダムがあり、日向シーバ湖がその水を称える。十根川地区には、国の天然記念物に指定されている八村杉があり、不破二の地区には日本で唯一、焼き畑農業を継承している農家がある。村内の二十六地区で、国の重要向け民族文化財である、シーバカグラが伝承されており、また、平家のおちう伝説の地でもある。その地理的特徴、 民族的特徴から日本三大秘境の一つに数えられ、毎年11月にはシーバ平家祭りが開かれるなど、今なお伝承文化が息づく村である。気候は高い標高のため、九州南部としては冷涼で、上シーバアメダスの年光水量は約2800ミ、mm、リメートルに達するなど、非常に多であり、夏から秋にかけて台風からの湿った。 南東風の影響で大雨となることが冬は寒く、朝晩は氷点下となり、雪が積もることもある。損益の多くが九州中央山地国定公園に指定されている。地赤調査の進捗率は平成26年度末時点で49%である。伝承では、壇の裏の戦いで滅亡した兵士の残党がこの地に落ち延びたとされる。 1191年、研究2年、追悼のためなす大八郎早急が下校するが、兵士に最挙の見込みなしとみて、追悼を取りやめ国。シーバ大臣中に、宗久の娘を妊娠した次女の鶴富が、後に向こうをめとらせナス下の守ると名乗らせたという。また、シーバという地名は、宗久の神語屋が、シーの葉で吹かれていたことに由来するという。戦国時代には、 ナス氏が支配しており、1559年、永六2年、川ワウ原の戦いでは、東直政の求めに応じ、日後に出兵。大川地上主那須兵部、大助武装、小崎城主那須下野竹春、向山城主、那須佐平竹津なら134人が廃死した。1577年、天正5年には、伊藤崩れにより日向を追われた、伊藤義助が、 星原城に立ち寄り、城主、ナスコン証言助貞に、伊藤氏類代の経図と旗を預けた。1585年、天正13年、尾崎城主ナスサコン証言は、島津市より高野義で淵を与えられた。また、島津市から本領安土された、ナス領に対し、阿蘇コレミツが行ったイランに対し、島津市が使者を送り停止させた。翌1586年、天正14年、 向山城主那須壇城中は、日後八代に、島津義弘の陣中見舞いに訪れ、鎧港を献上した。1601年、慶長六年、椎葉三座人衆、小崎城主那須左近将源、向山城主那須壇、正忠、大川地城主那須キは、徳川家康より、高野巣山管理を認める、主院城を与えられた。六百十六年、現那二年、 三人衆と他の那須氏、十二人衆との間で、対立が激化。十二人衆は、高山城を攻め、壇上中の古久太郎、左近証言の孫千千代が撃たれた。千六百十八年、玄那四年、千、千代の父主前は十二人衆を幕府に訴えた。翌千六百十九年、玄那五年、幕府は、安倍正行、大久保忠明を派遣して、事態の収拾を図らせた。 両名は、人吉藩の兵を動員し、住民千人を捕らえ、うち百四十人を殺害。二十人が自害。訴えを起こした主前は、高崎藩に預けられた、椎葉山騒動。事件後、椎葉は、天領となり阿蘇大宮寺に支配が委ねられたが、1656年、明暦二年、阿蘇市は椎葉山管理を辞退。以降、人吉藩の預かり地となった。 人吉藩では大官を派遣するなどの直接統治は、せず、向山、大河町、松尾、下、福良の4名の昭屋と大河町、古江尾の2名の横目に、山中支配を担わせた。江戸期の人口は1774年、安永3年時点で4483人、内郷氏が3302人を占めている。小倉川1753年、 法歴三年時点で四十八国であったが、後に、焼き畑の本校入りにより1828年、文政十一年時点では九十国と、大幅に増加している。日本民族学の先駆けである、柳学には、シーバ村でフィールドワークを行い、その経験をもとに、後仮式、後の仮の言葉の木、明治四十二年、1909年を記した。これには、 当時の椎葉村長、中瀬敦氏の協力も大きかったという。衆議院小選挙区選挙では、宮崎2区、延岡、日向、斉戸、小湯軍、西臼杵軍、東臼杵軍に属する。近年選出の議員は、以下の通り。本村富里町、諸塚村、門川町で選挙区をなす。定数は2人。近年選出の議員は、以下の通り。 昭和初期まで自動車交通可能な道路が存在せず、住友財閥の電力開発に際して、現在の国道327号が、耳川沿いの崖地に建設され、下流の富高と結ばれた。しかしその後も、平成初期にかけて、五ヶ瀬町や三里町南号、村内でも一つ瀬川、小丸川水系の大川地地域との交通には、川沿いや峠越えの険しいルートを余儀なくされていた。 近年、1996年になって、五ヶ瀬町との間の国道265号、国見峠直下に国見トンネルが開通。2000年代には、国道327号の拡幅改良工事が行われ、夜仮内地区と三里町、中山の間が、村道中山夜狩仮内線、中山ンネルで結ばれるなど、拡幅やトンネル整備による道路交通の円滑化が進んでいる。 しかし、西村村方面の国道265号は未だに国道状態である。国道265号と中山トンネル前後の道路、広域観光ルートの日向神話街道に指定されている。高速道路の最寄りインターチェンジは、九州自動車道三船インターチェンジ、東九州自動車道、日向インターチェンジなど、楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。 クリックしてください。